ちらこそごめんなさい。でも普通に考えたらさ、自分に謝りに来る前になんか美味しいもん食べとるってなんかムカつくよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい。子供生まれた。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。うんうん、やっぱ多分ね、前回生まれるはずやったはずなんや、きっと。やけど、日付が動いとったけんね。どっちも嬉しい。男の子でした。うんうん。男の子。顔はイメージ通りでしたか？イメージ通り？今までとタイプ違うよね、結構。どんな子に育ってほしいですか？今までもうちょっとなんかこの、なんていうんやろ。このお父さん感が強かった気がする。自然に任せよう。二人で名前も考えたのですが、うんうん、私のペッカナと夫のカートから取ってペトにしようと思います。ペト、かわいいやん。いいと思う。ペトいいね。大切に育てます。ペットくんっておったよね、前。温かく見守ってやってください。はい、カートとペッカナの間にペトが生まれました。かわいい。お、なんだなんだ、まだか。ほいほい。あ、なるほどね。六助くんが。この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん。どちらがこの子のためになるでしょうか。一人暮らしさせるとこあったかな。はい。そうですよね。あ、入れるとこあったっぽい。六助を愛の島の住人として正式に登録します。はい。ってことで OK。 はい、この民を登録します。よろしいです。今日からお世話になります。こちらこそ。六助は愛の島の住人になりました。私の家族も今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。自然にこれももらってください。なんか頭から煙で寄るみたいな。はい、ってことでここは割愛ね。お、まだいる。ちょっとすみません。あ、泣き止まないってやつね。どうしてもペトが泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか。とりあえずやってみるか。ありがとうございます。はい、子守を引き受けましょう。ペット、アユナのとっくりさんだよ。はい。さあどうかな、ちゃんと泣き止んでくれるかしら。めちゃくちゃ泣いてるんですが、泣き止んでくれよ。全く泣き止む気配がないんだけど。つらい。泣き止むより先に画面が固まりそうな気がしてならない。本体を動かしてることによって。みじんも泣きやまんやん。無理やって。諦めるね。そろそろミルクの時間ですね。だって今回マジで泣きやむ気配がないんで。ダメです。ダメだったよ。ま、たってかそこはまあね、一番は、親がいいに決まっとるやん。お礼にこれもあげます。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。もうない？ないね。はい、ってことで、マンション見てこう。またなんか友達マークいっぱいあるんやけどさ。喧嘩か？うわぁ、喧嘩多くない？どうした？みんな。あ、ここは違うのね。とりあえず一組。うわぁ、二組。あそこも違うっぽいな。ここも違うのか。二組喧嘩か。じゃあほとんどは違うんやね。違うとこから行こうと。ユニポンちゃん。ルンルンでお出かけの準備中だな。私たちに興味なくなったんですか？そんなことないよ。あゆなてかめちゃくちゃケバいよ、大丈夫か。どっか行く予定やった？ユートはすごく仲がいい恋人だと思っているのですが、うんうんうん、私とユートのこともどう思いますか？いいと思うよ、全然。ほら、結婚したい。しろよ、しろよ。相性バッチリ。やっぱりそうですよね。しなよ。これからデート？
もうちょっと薄くした方がいいんじゃないかな。なぜか私が死ぬによく燃えられます。まあね、でも普段からこんな感じやとしたらそういうのが好きなんかもしれんけど。生ガキどうぞ。いただきます。どうすか、美味しくなかった。マジで当たってはない。食中毒とかなってない。怖いわ。今度はめちゃくちゃ香水つけ出した。はい、そして、りょうりょうさん、入ります。お久しぶりです。お久しぶりです。嬉しいです。のみさんに恋人がいたら、おー、紹介と思うのですが、いいやん、いいやん。人とくっつけるのはどう思いますか？いいと思います。あれ、りみちゃん、相手おらんかったんや。それでは、二人も合わせてみます。はいはい。お、とりあえず第一印象は良さげ。あ、良さげやね。ここからちゃんと盛り上がっていってくれるのか。第一印象からいいのも、それすらも久々なんやけど。あ、楽しそう楽しそう。いいよいいよ。ニコニコだよ。いいね。あ、楽しそう。これはうまくいくね。久々のカップル誕生だね。嬉しい。ほら、ルンルンで帰ってきたよ。楽しかったね。てかあれやんね。あの、ヨミさん、その被り物がなければ、あの、めちゃくちゃ、なんかお揃いコーデみたいな感じになるけど。色味的にもね。めっちゃお似合いな感じ。被り物いらなかったなぁ。なんで外してこなかったんだ。付き合うことになったみたいです。やった、久々のカップル誕生だ。いいね。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。10年後、ヨウコは一体何をしてるんでしょう。どうだろうね。10年後。10年。長いような短いような。お？レミちゃん一緒におるやん。え、デートのためのかな。お、ペットくん。めっちゃ怒ってる。ってことは、まあ、あとはもう、あれか？喧嘩分かな。ぽいね。じゃあ、あとは喧嘩を止めに入ろう。台湾さん、入ります。私、珍しく怒ってます。まあまあ、落ち着け。物の投げ合いしてるの見たよ。4MAX27 と喧嘩しました。腹が立ちます。仲直りしてくださいまし。じゃあこのイライラも沈めてください。それじゃあアップルパイでもどうぞ。いただきます。どう？あ、すごく美味しかった。よかったよかった。自分が落ち着きました。おー、好物1位になったやん。仲直りしてこようと思います。アップルパイとショートケーキに挟まれてキャビアが。そこだけなんかすごく異色な感じ。仲直りできるかしら。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。でも普通に考えたらさ、自分に謝りに来る前になんか美味しいもん食べとるってなんかムカつくよね。何一息ついとんねんって感じやない？ありがとうございます。ふんふん。仲直りできました。でもそれで冷静になったんかもしれんけどね。お礼にこれもあげます。さあ、これであと一組。誰やっけ？コルピックさんか。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。最近、辛いニュースが多いです。でも、目もそらしじゃダメなんですよね。まあまあまあ。自分にも関係あるかもしれんし。今じゃなくてもそのうちとかね。はい、それじゃあ、コルピックさん。喧嘩しとる相手誰やったっけ？ペットくんか。今ちょっと、不機嫌です。まあまあまあ、そう言わずに。レイアールと喧嘩しました。あれ？コルピックさんじゃなかった。ペットくんじゃなかった。ってことは、3組おるってこと？仲直りしてくださいまし。それじゃあ、ギリチョコはやめとこうか。三色団子。
どうぞ。いただきます。はいはい、さあどうでしょう。すごく美味しかった。あ、よかったよかった。気分が落ち着きました。イカスミスパゲッティに勝ったよ、三色団子。二組かと思ったのに、もう一人はあれか、一軒家の方におったってことか。レイさんが。この間はごめんなさい。仲直りしてくださいまし。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。コルピックさんももうだいぶレベルが高くなってきたな。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。リストの項目もタッチして、スライドしてもスクロールすることができますの。ふんふん。さあ、それじゃあ、そろそろちょっとみんなにね、募金を募りに行きましょう。はい、みんな募金をお願い。前回1回分飛んだけんな。じゃんじゃん入れてってね。今日は27,100円集まりました。ありがとう。さあ、そしてひるいち。ブカブカパーカーだよ。ブカブカパーカー、いいね。今日は特売日だから。ブカブカはいいんやけどさ、もうちょいなんかロング丈の方がいいな。今さらないと後悔。いらっしゃい。はい、一着だけいただきます。そしてミーニュース見てこう。11時になりました。ふんふん。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日、自称ロボット博士のユート博士がレイアールロボをマスコミに公開しました。レイアールロボはその名の通り、レイアールさんを忠実に再現したロボットです。色味は全くないんよね。レイアールロボは首、手、足が自由自在に動きますが、二足歩行はできないそうです。足が自由自在に動くのに二足歩行できんってどういうことなの？博士はマスコミに向けてちょっとよくわからないんだけど、自分だけのレイアールロボを手も動くんやろ。ってことは手振って歩くこともできるってことやん。手と足が動いて歩けない意味が全くわからないんだけど、何しに動くんやろ。ときめきました。ときめきました。11時のミーニュース。でも自分そっくりのロボットがおるってなんか気持ち悪いな。やだな。はい、それじゃあ、そう、ペットくんがね、誰かと喧嘩しとったよね。じゃあそこも解決しとこうよ。はい、ペットくん。相手は誰？じゃあこっちの相手も一軒家におるってことよね、きっと。僕、珍しく怒ってます。まあまあ、落ち着いて落ち着いて。わかめと喧嘩しました。わかめちゃん。腹が立ちます、うんうんうん。仲直りしてくださいまし。じゃあ、このイライラも沈めてください。それじゃあ、キウイで。どうぞ。いただきます。今、キウイね、家の野菜室の中に入っとんよね。でもなんか最初さ、なんかおじいちゃん家からもらってきたんやけど、なんか硬かって、結構熟さんと食べれんのかなみたいな。酸っぱかったんよね。え、ちょっと待って。クッキーどうぞ。いただきます。どうすか。お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。え、絶対タイの池作りの方が美味しいって。コーラとクッキーより確実にそうやって。ちょっと順番おかしいよ。さあ、仲直りしてくださいまし。この間はごめんなさい。静かな間が。え？こちらこそごめんなさい。あ、よかった。大丈夫やった。無理なんかと思ったよ。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。ふんふん。仲直りできました。
お礼にこれをあげます。はいはい、実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。僕の友達の中で一番の美形は初美です。ほう、誰が一番美形とか考えたことないけどな、友達で。はい、それじゃあ今回新しく入ったスケロクくんか。スケロクくんどこや。ロクスケとスケロクってなんかちょっとわかりづらいな。家におるかな。どこなんだ。いねえぞ。てかなんか和風の名前増えてきた。桃太郎くんもそうやけど、和風よね桃太郎って。なくない、おらんくない、全然。いないんですけど、どっか出かけた。全くいないんですけど、いねえな。名前スケロクで合っとるよね。いない、いないよ。ロクスケやっけ、スケロクじゃないっけ。わからん、なんかロクスケな気がしてきた。お呼び出ししよう。これ初期の部屋か。こんなお顔でしたっけな。ロクスケです。はい、思いつきで何でもやっちゃう男です。まあでも全部初期って感じよね。よし、じゃあ揃えていこう。僕は今日の僕より進歩しているのでしょうか。で、それはそうよ、きっと。うん。なんでも。おにぎり。どうぞ。いただきます。どうすか？まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？おお、遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ。二人のみーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ第1問。マジと 4KMAX27 は同じ系統の性格である。へえ、違う系統なんじゃないかな。いいえ、答えは愛でした。もう早速1問目からダメだった。いや、覚えてないってそんなの。把握できてないってそんなの。残念でしたね。また遊んでください。はい、ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。さあ、そして、とりあえず、待って、帽子じゃない。先に、服から、チェックシャツ、ジーンズ。はい、どうぞ。お、いい感じじゃない？まあまあ気に入ったようです。よしよし。さあ、そして、部屋を。業界人。カラフル。買い手。黄色い壁かな？どうぞ。あ、もう全然印象違う。さっきのすごいなんかちょっとね、やみそうやったもん。なんか暗いし。見ていきましょう。どう？いい感じですか？部屋も見ることができますよ。ふんふん。何を書いてんだあれは一体。左下のはなんか手に持って何か差し出しよる。もうどういう絵なんかがよくわからんけど。いい感じですか。あれは読みかけの本なんかな。あんなところにポンと置かれとる。あそこにも本置いとるわ。大事にします。大事にしてください。はい、それじゃあ。お、なんか早速、よやかちゃんがやってきとる。仲良くなってね。あ、楽しそう。めっちゃ楽しそう。あんなのけぞって笑うことないよね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで
え、めっちゃ私スケロクくんやと思っとったけど、ロクスケくんやったんやね、きっと。え、きっとそういうことよね。別人じゃないよね。うん、まあ、そういうこともある。